皆さん、こんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。一世を風靡したとも言っていいほど、1990年代のテレビドラマに数多く出演していた俳優の緒方直人さん。最近はテレビで見かけることが少なくなりました。あまりに急に姿を見なくなったので、何かあったのかもしれないと、ネット上ではいろいろな憶測が飛び交っているようです。今回は緒方直人さんが消えた理由についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。緒方直人さんは俳優のサラブレッドで、父親は俳優の緒方健さん、母親も女優の高倉典恵さんです。緒方さんはその次男として生まれ、兄の緒方寛太さんも俳優をしており、俳優になるべく生まれたと言っても良い環境で育っています。まさに俳優になるべくしてなったと言えますね。1987年に青年座研究所に入所しますが、二世タレント特有の甘さなど微塵も感じさせない演技で、翌年には映画優春で主演デビューし、同年ブルーリボン新人賞を受賞しています。その後は予備校ブギや北の国から89、秘境、 NHK 大河ドラマ信長キングオブジパング、北の国から92、すだちなど多くの連続ドラマに出演するほか、ドキュメンタリー番組世界遺産のナレーションも担当しており、芸能界の中でもごく一握りの超売れっ子俳優として多忙な日々を過ごしていました。一時期はテレビで見なかった日の方が少なかったと言っても過言ではないほどです。そんな人気俳優の緒方さん、女性が放っておくはずがありません。青年座研究所に入所してから7年後の1993年に電撃結婚しています。お相手はこちらも当時人気若手女優だった千堂信子さんです。千堂さんといえば12歳で出演した映画鬼龍院花子の生涯での姪子役ぶりで注目を集め、白蛇賞笹目雪にも出演、その後はクリスマスイブなど数多くのドラマで活躍した人気女優で、アイドル歌手としても活動し高く評価されていました。その中でもドラマセーラー服反逆同盟での可愛さは特筆ものでした。当時超売れっ子だった2人の結婚に世間は度肝を抜かれたわけです。緒方直人さんと千堂信子さんの馴れ初めは1991年のドラマ松本清張作家活動40周年記念ドラマスペシャル最後撮でした。2人はこの作品で共演したことをきっかけに親しくなり、結婚に至ったのでした。実は千堂信子さんは緒方さんの父である緒方健さんとの出会いの方がずっと先だったそうなのです。緒方家と縁があったとしか思えないですね。千堂さんは結婚と同時に芸能活動を休止しました。そして2人は二男一女を授かり、千堂さんは日々忙しく主婦業に専念していました。しかし2018年7月に突然ドラマこの世界の片隅にで主人公の母親役での女優復帰を発表したのです。そして2019年にはドラマ夏空に出演し、順調に露出も増えてきているのです。ですがなぜ夫である緒方直人さんは今も露出が減ったままなのでしょうか。実際ネット上では緒方直人は干された、実は認知症の治療をしているといった情報が氾濫しているようなのです。本当にそうなのでしょうか。結論から言えばそういうわけではなかったのです。実は緒方さんは最近でも映画ドラマ CM にも出演しており、田中貴金属の CM には5年間も出演しており、日産自動車との付き合いも長く、日本財団の CM のナレーションも務めていたこともあり、映画万引き家族や散り椿、ドラマダイアリーや人間の証明にはメインキャストとして出演しているのです。これだけの作品に声がかかるのですから、全く干されていないということがお分かりいただけたのではないでしょうか。ではなぜこのような噂が出てしまったのでしょう。実は緒方直人さんは結婚後もしばらくは精力的に活動されていたのですが、子煩悩な緒方さんは自分の幼少期のことを思い出したのだと言います。今は亡き父の緒方健さんも仕事で忙しくて家にいることがとても少なかったそうです。だから小さい頃自分が寂しい思いをしたこともあり、そういう思いを自分の子供たちにさせたくない、だから家族との時間を増やすために緒方さんご自身で
仕事をセーブしていたというのが真相のようなのです。あれだけの売れっ子俳優が俳優としての欲を捨ててまで子供との時間を優先させたのですから、その決断には本当に驚かされます。当然のこととして認知症であるというのも全くのガセ情報です。この噂の出どころは緒方直人さんが立て続けに認知症をテーマとした作品に出演したことでネットで上位検索されたことが原因のようです。やはり自身でセーブされていたというのが正しいところでしょう。仙道さんも子育てが一段落したことで女優業へ復帰されたのもおそらく緒方さんが送り出してあげたからではないでしょうか。家族や子供の幸せを最優先に考えて自身の仕事をセーブすることができたのは過去に寂しい思いをしただけでなく少し仕事をセーブしてもちゃんと復帰できるという自信があったからでしょう。2022年にもドラマ六本木クラスや映画川っぺりムコリッタに出演していますね。いかがでしたか。今回は緒方直人さんが消えたと言われる理由についてお話ししてみました。実際には消えてはおらず子供のために仕事をセーブして現在は見事に仕事に復帰しています。これからも素敵な演技で見る人を魅了していただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。